独立当時のアメリカの領土は、おおむね現在のミシシッピ川以東の地域から南部のフロリダ地区を除いた範囲でしたが、アパラチア山脈の西側の土地は独立後も未開発の状況にありました。ジェファーソン大統領は1803年、未開発地帯の経済発展を促進するために交通路を開き、ニューオーリンズ港での倉庫使用権を確保するべく、フランスに特使を派遣して、ニューオーリンズとミシシッピ川以西のルイジアナの買収を交渉させました。しかし、予想に反してナポレオン一世は全ルイジアナの売却を提案します。アメリカの特使は驚き迷いましたが、これを受諾します。このようにして、今日の州で言えば、南はルイジアナから北はモンタナに及ぶ広大な領土がアメリカに加わりました。アメリカは1819年に念願のフロリダ買収に成功するなど、拡大は続々と続きました。さらに1830年、ジャクソン大統領は強制移住法を施行して、インディアンと呼ばれた原住民を辺境の地に移住させ、アメリカ人による土地の実質的支配を強めただけではなく、1840年代にテキサス併合、オレゴン合併、ないしは領有、アメリカ・メキシコ戦争の勝利によるカリフォルニア割譲を経て、ついに領土は太平洋岸に達しました。時あたかもカリフォルニアに銀行が発見され、国内はもとより海外からも一攫千金を夢見る多くの人々が殺到しました。この時、アジアから渡米した移民の中心は中国人でした。このようにして、アメリカはヨーロッパ系、メキシコ系、先住民、アフリカから奴隷として連れてこられた黒人、それにアジア系の人々を加えて、混然たる多民族国家になりました。アメリカの政治を動かし、経済を支配したのはヨーロッパからの移民、並びにその子孫でしたが、西部が開拓されるにつれて国内に利害対立が生じます。とりわけ北部と南部は政治的、経済的に対立することになりました。南部は自由貿易政策と奴隷制の存続を求めたのに対し、北部は保護関税政策と国内市場の統一を主張したのです。このようにして1860年に西部地域への奴隷制の拡大に反対するリンカーンが大統領に選出されると、南部諸州は合衆国から離脱して、翌年アメリカ連合国を結成し、ここに南北戦争が勃発しました。南北戦争中、リンカーンはホームステッド法を発布し、西部の北部支持を獲得して、さらに奴隷解放宣言を発布し、内外世論の支持を集めました。南北戦争後のアメリカ合衆国は荒廃した南部の再建を図るため、1867年再建法を制定することによって南部を軍政下に置き、黒人の選挙権を認める州憲法を制定するなどの諸政策を推進していきました。その結果、72年までに南部諸州は連邦に復帰し、77年に至って軍政は廃止されました。他方、合衆国は大陸横断鉄道の建設による西部のさらなる開拓を進め、機械化による農業や牧畜の大発展を見ました。西部の発展は国内市場の拡大や新しい移民の到来をもたらし、また共和党政権下での高関税政策などにより工業も急速な発展を遂げ、19世紀末には工業生産においてもイギリスを追い抜いて世界一の工業国家となりました。このような産業資本主義の急速な発展は、
1870年代から経済や社会に様々な歪みをもたらしました。多くの産業の分野での独占資本の形成が進み、カルテル、トラストが現れ、石油王ロックフェラーやカーネギー、モルガンなどの下で企業の集中が進行していきました。貧富の差の広がりに対して農民や労働者の運動は激化していき、1886年にはゴンパースの指導のもとに職業別労働組合の全国組織であるアメリカ労働総同盟が結成されました。また1890年には反トラストを目的としたシャーマン法が制定されました。貧富の差の広がりや政治の腐敗、汚職などに対してセオドア・ルーズベルトやウィルソンによって改革がなされ、労働者の保護や企業行動の規制によって自由競争と社会的公正の復活に努めましたが、その政策は革新主義と呼ばれています。19世紀末から20世紀初頭にかけて合衆国は海外に市場拡大と政治的進出を成し、スペインとの戦争に勝利して海外に領土を広げ、カリブ海地域を支配するいわゆる膨張政策を進めていきました。スペインとの戦争によって合衆国はカリブ海においてはプエルトリコ、西太平洋ではグアム、アジア方面ではフィリピンを獲得します。またアメリカ合衆国は1903年運河を開削するためにパナマを独立させましたが、パナマはそれまでコロンビアの領土で、またパナマ運河の開通は1914年のことでした。このようなことは合衆国が伝統的な政策である1823年以来のモンロー主義外交を脱却し、帝国主義政策の推進へと転換する端緒となりました。帝国主義の政策を進めるにあたって、合衆国の中南米への市場の拡大と政治的進出を目的としてパンアメリカ会議が1889年にワシントンで開かれました。1776年、アメリカの13の植民地が構成する大陸会議はイギリスに対して独立を宣言しました。その後のアメリカ合衆国は西部の広大な地域を次第に手に入れて領土を拡大します。この間に北部と南部の鋭い利害対立が発生しました。北部では合衆国の中央集権を、南部は地方分権を主張し、また北部は保護貿易を、南部では自由貿易を主張しました。南部ではイギリスの産業革命と関連した綿花のプランテーションが盛んでしたが、北部は解放奴隷による安価な労働力を獲得しようと奴隷制に反対しました。特に奴隷制廃止に関する対立は表面化します。1852年にストウのアンクル・トムの声が出版され、人道主義の立場から黒人奴隷反対の世論をかきたてたのもこのような情勢を背景としていました。1854年に南部に基盤を持つ民主党に対抗して北部に基盤を持つ共和党が結成され、1860年に共和党のリンカーンが大統領に選ばれると、南部の11州は合衆国から離脱しました。そして翌年ジェファーソン・デビスを大統領に選び、リッチモンドを首都とするアメリカ連合国を作り、軍事行動を開始しました。リンカーンは1862年にホームステッド法によって労働者や農民の要求に応え、1863年奴隷解放宣言を出して内外の世論の支持を集めました。また戦争が長期化するにつれて工業力を背景とする北部の戦力が発揮され、海上封鎖によってイギリスに依存する南部を圧迫しました。こうして1865年に
グラント将軍の率いる北軍がアメリカ連合国の首都を攻略し、南軍は降伏して合衆国は再統一されました。西部の開発は南北戦争後に急速に進展します。1869年の大陸横断鉄道の完成は、西部の農業を発展させただけではなく、広大な鉱物資源を北部の工業地帯に結びつけ、南部の奴隷解放とともにアメリカ資本主義の飛躍的発展を基礎づけました。